オッケー、よし、じゃあ行きましょうか。そうそう、はい、大丈夫大丈夫、行けるから。はくちゃん、反対反対。すごい肉やね。しかしこれを裏返して、はい、十字の方向で。おお、すごい焼き色、見てこの焼き色。よし、できましたね。よし、食べようか、なら。よし、はい、おっしゃ、乾杯や、乾杯、乾杯や、乾杯。まずここにもないけど、そこに入れてるよ。よし、いただきます。乾杯。特に食べなくなる、つかめへん。いいか、もう捕まれへん。いただきます。おいしい。あ、なんか座り、うん、俺ピザ食べてみようか。ピザどうですか。めっちゃうまいよ。おいしい。うん、サクサク。あ、ピザうまいやん。完成。すごい、ね、ロブスターめちゃくちゃおいしいねんけど、びっくりしたな。プリプリやったな。これほら、コロナビール。あ、メインディッシュ到着しました。 T-Bone ステーキ、見てこの焼き目すごいね。うん、ね、はい、めっちゃ美味しい。え、美味しい。うん、おあと美味しい。醤油ペッパー美味しい。醤油がいっぱいある。うん、検証してるから大丈夫。でもできんぐらいの大丈夫、食べた、食べた、食べた、肉。置いとけ、置いとけ、もう。さっき肉食べ。YouTube 見ながら待ってた。ただ肉食べ。そんなんやそれ。手をさ、ここで置かないで。ちょっと筋があるとこか。でももうこれ我慢できる。筋がどう？でもうまい。うまい？でも全くない。よっしゃ、このステーキ。ね、食べれるかっていう。ほんまやな。すごい量やな、これ。手でいく。またほっぺたの裏感じ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。みんなさしてね。もうあれいっぱいやった。明日ね、アスレチックやるから。せやな、明日はな、またアスレチックはな、あるからな。よし。ある程度火がついたら入れたらいいからな。まだやで。何が入れるの？虹色。でもこの、この上からも。あ、お兄ちゃん温かい。お兄ちゃん温かい。これかけんの。パパ電気つけへん。ええ感じやね。すごい。うわー、きれい。うわ、ミネリオンみたい。え、めちゃくちゃきれいやん。うわ、うまいですね。おいしい。あ、おいしい。うん、なんかここに座っといたよ。うわー、きれい。なんかの兄ちゃん、うまいじゃなくてね。めちゃくちゃきれいやねんけど。すごい。ちょっと見ないと危ない。なんかこう。お風呂のお湯はどうやって入れるんやろうか、これ。これをまず押すます。もう入れる？入れれる？45度ぐらいにして。給湯温度を45度に設定しました。で、これでいけるんかな。さあ、こんな感じでいいんかな。ちょっとカーテンを閉めようか。
まあ、こんな感じでいいですかね。はい、こんな感じです。あ、多分流れるんじゃない、下に。流れてもいい。うん、流れていい。もうね、あたりはね、真っ黒です。今お風呂を入れてます。はい、こんな感じですね。で、中では今はベッドメイキング。ここで3人で寝んの？みんなこっちでありやな。パパここでソファーベッドにして寝るから。パパは？うん。ああ、お風呂上がってきました。めっちゃ気持ちよかった。パパ見て、最高やったな。パパ見て、うつべちゅ。はい。さあ、今からね、はるくんがお風呂入りますね。じゃあね、今日はね、私はここで寝るので、今からベッドメイキングをしたいと思います。ほら、パパ、ここやろ、寝とこ。ね、ああ、見てる。どう？どう？え？気持ちいい。気持ちいいやろ？顔だけなら美しい。どうですか、気持ちいいですか？出られへん。それでは結婚記念日を祝しまして、ケーキで祝したいと思います。パパ見て、だから休憩してる。うん、よし、食べようか。パパ見て、もうお腹いっぱいけどね。よし、じゃあ食べれるやろ。食べれるかい？食べれます。よし、いただきまーす。今日ね、大人はモンブランです。うん、そう。長ってるように見えてる。フォーク曲げた効果が長ってるように見える。うん、モンブランや。おはようございます。グランピング2日目の朝でございます。ただいま朝の8時。ハルくんはまだ寝てます。はい、こんな感じですね。じゃあ外出てみましょうか。よいしょ。あ、めっちゃいい天気やな。あ、どこ行った。私は今ハンモックで遊んでますね。こっちはね、昨日ご案内したかな、こたつになってるんですよ、実はね。これからこたつのスイッチを、はい、オンにするとあったかくなります。で、今日もね、朝からここでお風呂入りました。もうお湯ね、抜いておきましょう。これでお湯がね、抜けます。まあ、いい天気やな、今日も。パパ、ママは？ママは化粧してるわ、今。乗れる？おお。あ、めっちゃいい天気や。パパ、うん？ちょっと暑くて行くやろ。行くよ。どんな感じなん？いや、なんかわかんないな。アスレチックあったら帰る。すごいね、いい感じですね。カヌーしたい。うん、カヌーまた後ですよ。よいしょ。おお。ここはね、特定公園内になってるそうで、珍しいね、野鳥もたくさんいてるそうですよ。なんかもうカヌー行っちゃってんだよ。うん、出発してる。いいや、確かに行こう。さあ、そして今からね、朝ごはんをね、大丈夫、取りに行きましょうか。